ツイッターでも告知しましたが、兄貴が、いや、兄貴先生がついに本を出します。投資人生を詰め込んだこの一冊、動画の最後で詳細を出します。その前に最近フォームを変えて一気に絶好調になった兄貴のピッチングをご覧ください。誰に言ってるの？ちょっと皆さんはい、というわけで見ていきましょう。先日の試合、癖が出ていた可能性があった兄貴、このセット前ですね、フォークの握りで右手に持つといったところがまず一つ目の修正ポイントになります。こういった形ですね。ちなみに以前はこのように学生時代から先日までグラブに収めていたそうです。まあ、ピッチャーとしては大きなこうあれですかね。しかしまあ無意識にグラブにボールを収めてしまう兄貴、このように途中で気づいてまあプレートを外したりと、まあ修正1試合目だったんでね、こういったことはありましたけれども、まあ実践の場で修正していくといったところでしょうか。そしてこの修正したことで非常にフォークが冴えてました。この試合初回2回と、まあ、三振を含む無失点、うん、そして迎えた3イニング目でございます。まあ感覚掴んだんでしょうかね。どん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 加速していく感じがありましたね。このスライダーもいいブレーキが効いております。外角いっぱい投げ込んでセカンドゴロと。ちなみに修正ポイント2つ目、これ腕の角度をやや上げて縦振りにしたそうです。そうすることで腕がこうしっかりと振れると、で変化球も切れてストレートがより生きているんではないかといったところです。これもインコースにツーシーム、大分こう横滑りとか切れてますね。いやいいボール。もう全体的にまあボールがまあ戻ったというか、まあ、非常に強さを感じましたね。これも最後フォークで打たせてセカンドゴロといったようなピッチングで3回無失点でございました。そしてさらに翌週、このモンスターという超強豪のチームだったんですが、4回無失点無四球で抑えました。こちらの試合の詳細は白熱しましたので後日お届けします。そして、関東大会後3試合目、埼玉の超強豪深谷クラブさんとの試合でございます。この日も3回無失点のピッチングを見せるんですけれども、非常にこう手応えをつかんだような試合であったんではないでしょうか。初球はストレートでストライク、2球目、これもツーシーム、まあ、外いっぱい待って追い込んでおります。最後はツーシームで高橋三振。やっぱりこうストレートもやっぱ力強さが戻ってきたことで変化がより生きるといったことがあるんですね、多分。まあ、バッターからしてもやっぱストレート強いと変化やっぱりこう難しいですからね。このようにストレートで押していくと。そして最後のストレートも、まあ、初球のスライダーが頭に残ってたんでしょうね。ちょっと泳ぐような形でキャッチャーフライ。そしてランナー一塁の場面、打席には相手の4番バッターです。実はこの深谷クラブの4番バッター、高校通算55本塁打という埼玉の怪力です。前対戦した時に竹虎が高めのストレートをパチョーンと気持ちよくホームラン打たれておりました。いいバッターですが、はい、そんな大注目のバッター、はい、兄貴解説お願いします。はい、解説します。いいバッターですね。これいいバッター安藤君ね。いいこれ初球、これカットボールなんだね。これね、これ正直に甘いんやけど、はい、カットってインコース振れないのよ、意外と初球のカットって。まああのいいボールじゃないけど結構生き残るボールといいますか。でこれね、ランナーが走る空気を持ってたのよ。はい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 、はい、でスタートを切らせないってのはやっぱ重要なので、4番やから走ってきて2塁から勝負したくないやろ。確かに。だからしっかり持ってストレート強く、いいボールですね。であの正直今のボール見て、あのストレート刺したと思ったから、ここで今日一番良かったボールやと思う、この日。これ良かったですね、フォーク。難しかったと思うよ、バッターからしたら。手前でね、ストレート見せられてますからね、うん、ストレートに1回遅れてるから早く振らないといけないっていう中で、あそこにポンと押されると、やっぱりバッターとしてはストレートに余裕があると、ここのフォーク見逃せる可能性はあるんだけど、軌道がもう刺した高さですからね、ストレートでは。ここに対して早く振らないといけないと思って振ったら、あっこまで落ちてるから、やっぱこれは厳しかったんじゃないかなと思うけどね。
まあね、1打席勝負はピッチャー有利なので、まあ、安藤君たまたまいいとこ落ちたかなっていうね、うん、で次の回のバッター5番、おお恐怖のいいバッターやった。本当にこれすごかったっすね、うん、まあ、注目、うん、ありがとう、こんなテロップ出て、いえいえいえ面白かったっす。あのね、初球ね、正直ね、簡単に取れると思って投げてる、うん、はい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 、勝ちやべっていう、ね、俺もう打った瞬間、頼むファールとしか思ってなかった。スライダー待ってたかもしれんけど、非常にいいリアクションしたわ。あで、その後のこのスライダーで、これもあのコースコースは絶対間違いないっていう、ああいう、ああいうね、ファール打たれた後ってね、やっぱりバッター球種、うん、同じ球種来ないんじゃないかと思うのよ、はいはい、ね、それの中で、でもやっぱり同じ球種は投げれなくて、やっぱりコース絶対間違いない、ボールでもいいって気持ちで投げていいとこ決まったっていうのが今の。はいはいはい、そして次が、次もね、今のまっすぐ見て、まっすぐ待ってないかな、はい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 、って思ったけど、意外といい反応されたのよね、うん、コース抜けてるんだけど、やっぱりね、ついてきたっていう、うん、これちょっとツーシームね、はいはいはい、これね、切り替えたらまた鬼のような感じ高いんだけどね、やっぱりそれにしてもやっぱりいい反応されてるんで、この球種を続けづらいっていうのがあって、なるほどです、ね、今スライダーに反応する、通信機落ちる系に反応する、まっすぐにも反応するっていう状況って、はいはいはい、まあ、正直あのこれ俺ゾエの球種、まあ、4つ5つあんねんけど、はいはい、全部振って最後選んだボールなのこれ。なるほど、カットボール、サードから見たら分かんなかったですけどね、バッターはあまりにも不思議な感じでしたからね、まっすぐケアできる、スライダー根性出して当てれる、フォークは頭入ってるっていう時に、はいはいはい、まっすぐ来てクンって横に動いたんやと、うん、バッター、うん、要するにバッターの頭にないボールはこれだろうっていう推測やね、そう全部 の反応を見て、まあ、あのそうやって最後のこのボールしかないっていうところでなんとか生き抜いたって感じかな、うん、次これもね、すごい、ま、もうツーシームちかフォークやけどね、まあ最近落ちすぎてストライク取られへんね、落差すごいですね、やっぱり外のまっすぐ、うん、ちょっと落ちるところで、たまにね、わざと外動かしたりするんだけど、なるほどね、うまく打ち取って、うん、まあこの時も回無失点、そうですね、無失点で言っても3試合で10回で無失点ですからね、まあそうやな、それもちょっとな、いい感じやな、そうですね、うん、ほんまに、うん、兄貴、はい、いや、先生、はい、ついに、ついに出版されましたね。本当兄貴言った瞬間びっくりしたよね。先生だろっていう先生感はやっぱ出していかなあかんなと。いやいや、まっすぐ立つとか努力して。いやいやいや、そうそう、いやでもないけど、ありがたいことにお話いただいて。そうだね、出ましたね、ほんまに、うん、あの書きませんか言われて、いっぱい帯とかもさ、なんかいっぱい考えてくれてさ、はい、俺こんなん言ったっけみたいな。腕で投げるな、頭で投げろとか。なるほど、言ってそう、言ったね。言ったやった。俺がこう話して、こう打ち合わせしていくわけ、はい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 、俺が延々喋りすぎて3時間回るって、はい、3回4回打ち合わせするはずが、すいません1冊もうできてますって言われて、あれって言って。ちなみに現在 Amazon にて先行予約販売中、しかも全書籍の総合30位にランクインしております。ただのおっさんとしては快挙ではないでしょうか。それでは続きどうぞ。まああんまりこう言えてますけど、 ざっくりどんな感じのテーマで、もうあの、まあ、基本的には投球するっていうことに対して、はいはいはい、まあ、技術的なとこ、まあ、俺の技術でしかないんだけど、はい、うん、まあ、あの野球ボールっていっぱいあるやん、はい、でピッチャーってたくさんいて、それぞれプロでもいろんな方が出してて、うん、当たり前やけどそれぞれ皆さん理論が違う中で、はいはい、俺もあの草野球でやってアマチュアからやけど、うん、一応41歳でさ、うん、投げてる歴だけでいうと相当長く壊れず投げれてると思うんだよ。大ベテランですね、うんうん、壊れずずっと年間100イニング以上投げ続けれたっていうのは1個なんかあると角川さんが思ってくれて、はい、年によってはずっと200イニング以上草野球投げ続けた、はい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 、草野球ってオフがないから一生投げてんのよ、はい、確かに週に1回ずっと5イニング投げたら、はい、で200イニングいくから、うん、でそのところも含めて、まあ、怪我をした経験とか、うん、あ逆に復活怪我から なんとかなった経験とか、うん、まあ、もうなんやったらあの球種の握り方フォークだったりこう考えてます、ね、投げ方だったらこういう風に考えて投げてます、うん、配球のこともやってます、さらにあの野球と向き合うピッチャーと向き合うっていうその、うん、なんていう考え方よく言いますもんね、兄貴ね、うん、精神性、まあ、やっぱりこうプロ選手になれる人ってそんなに多くないというか、うん、ほとんど 0.0何%になるわけで、はい、でも野球と向き合う、まあ、持ってた投手っていう投げるバッターと向き合うことで人生どういうふうに、うん、まあ、あの俺は良くなっていったかというか、うん、野球を通じてどう成長できたかみたいなことも含めて、もうトータル人生ですね。この本にはね、人生が入ってますね。いや、先生、深、はい、いですか、深いです、先生。いや、先生はね、深いんですよ。いや、まあまあ、あとはもう子供の頃の話も、俺もともと超弱肩やったんですよ、はい、高校からピッチャー始めて、あの、うん、
そのすごい肩が弱くてチーム一肩が弱かった子やったけど、うん、140キロ落としたっていう、まあ何がきっかけやったかなとか思い返して、逆にインタビューを受けて、うん、あ、そう、そういやこんな時にきっかけあったわとかいうのも、あの、喋って、まあ、それはすごい面白がってくれてたし、だから俺な、小学校の時のやつとか高校になってな、大学とかになった時にもうたまに野球とかで会うやん、ね、あ、あったりした時にもう仰天してたもんな、うん、そうやろあの頃の兄貴がゲッツーでファースト届けになったやつがさ、小学生とはいえキューン言うてるから俺からしたらそいつ当時超強肩やってサードで、あー、もうその時会ったらね、むちゃくちゃ肩弱く見えたわごめんごめんごめんな、ニッタごめん新田さん、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 ぜひともね、兄貴のね、本を買っていただいてねいやでもこれで、ドクサン TV が教えるシリーズ、打撃、守備、投手と、うん、3段階にそんなんな、あの、もちろん角川さんもさ、うん、一部でやる、作るわけないやん、そうですね、やっぱり、ね、何千部とするやろうからさ、うん、はい、そうですね、そうですね、おかんがな、あの売れ残ったらどうすんねん、言うてそっちの心配は今だから、あの、500円貯金して、余った分買う、言うて息子を思いの息子に恥かかさきにいかんやってそれがもう恥やって、おかんが大量に買うのが一番恥やって、確かにそうやったらもうしれっとしてたらバレへんや、売れてたよな、ビースなんかそういう深い、またね、アマチュアかもしれないですけど、そういう深いピッチャーの教科書ってあんまりなかったように思うので、確かにもしかしたらその俺の言ってることは正解っていうことはもちろんないかもしれないし、でもいろんなピッチャーがすごいピッチャー、日本のピッチャーってもちろん実績がねあるピッチャーの言葉ってすごく重みがあるけど、まあでもそれぞれ実績ある方でもみんなそれぞれいろんな理論があって、はい、でその中で考えるきっかけっていう、うん、まあ、とにかく力がなくてもあってもマウンドで全球に対して考えるっていうことは、うん、あの俺はやってるつもりやから、うん、みんながそれ読んでそうじゃないと思ってもそうだと思っても、うん、考えるってことが生まれると思う、うんうん、そのきっかけになればいいなっていう、漠然とするんじゃなくてっていう、うん、その考えることがあのどっちかというと野球自体の技術向上につながると、はいはい、考えることが野球技術の向上、ないしはもっと言ったら野球人生、もっと言ったら人生っていう、うん、その野球を通じて成長していこうっていうのが、まあ、俺の大テーマだから、はいはいはい、あ、プロ行けなくても何しても野球と向き合って人間を大きくしていくっていう、うん、まあ、それが生まれればいいなと思って、自分もまだまだそうありたいっていうね、うん、40歳になっても41歳になっても全然野球飽きひんし、うん、毎週野球から学んでしまうから、それで先生、はい、発売日は一応予定としては11月22日を予定してるとですね、先生、田中さんが、そうですね、11月22日はどうだと、いい夫婦の日と、いい夫婦の日です、たまたまでしょ、それは、そうなんですよ、いい夫婦の日なんです、先生、あえて選ばれてらっしゃる、はい、あと回転寿司記念日っていう、いやいや、よくわかんない、俺が11月22日にした理由を調べてみて、なんでやろう、はいはいはい、だからいい夫婦の日とか、はいはい、あと、レバノンの独立記念日。いいイベントもするとかしないとか、そうですね、門川さんからイベントしましょうと、反強制で、まだ日程はね、まだちょっと未定ということで、これはもう素晴らしいですね、ぜひとも先生のね、熱弁をリアルに聞いて、私の熱弁を、はい、そうですね、本に書いてることをね、全部喋ってしまうその場でね、まずは1ページ目っていう解説付き、終わったらね、しかも1ページ目の文章で1時間喋ってしまったトイレ休憩は、トイレ休憩は、はい、一旦食事入れて、はい、じゃあ2ページ目です、いや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 、買い出してもらう、兄貴が買い出してもらう、ほら帰りだよね、というわけで皆さん、ぜひ動画概要欄をチェックしてみてください。皆さんの力で総合1位に兄貴をさせてあげてください。